こんにちは。改めて、2019年最後の記者会見になりますので、私の方からは2019年を振り返って、今年1年間に、起こった出来事を重大ニュース形式で、発表させていただきたいと思っております。それではまず第10位です。本当に住みやすい街大賞に第1位として川口が選ばれました。この賞は住宅ローンの専門会社が教育環境あるいは交通の利便性、これらの項目を評価し、生活をするという視点で駅単位で選んだものというふうに聞いています。多数の物件が買われていることに加え、利便性が高い、そしてマンション商業施設の建設が進んでいる上に、駅前の駅資金の銀座通り商店街の再開発が行われていることなどが評価されたということのようです。私自身も日本一暮らしやすい埼玉の実現を掲げておりまして、川口のみならず県全体が暮らしやすい、そして住みやすいと思っていただけるよう県政に取り組んでいきたいと思っています。もうすでに皆さんご存知かもしれませんが、いまだに埼玉県に対してのあまりいい感情を抱いてない方もおられるかもしれませんが、実は住んでいただくとですね、とても良かった、このように言っていただける方も大変多くございますので、来年は埼玉県から数多くの地域がノミネートされるように頑張りたいと思っています。それでは第9位です。埼玉西武ライオンズペナントレース連覇。埼玉西武ライオンズがペナントレースを連覇し、2年連続23度目のパリーグ優勝を飾りました。来シーズンは松坂大輔投手が10年ぶりにライオンズに戻ってきます。注目度も増すと思います。他球団のマークも厳しくなると思いますけれども、それを跳ねのけて自慢の強力打線を武器にして3連覇を成し遂げていただくのみならず、今年は残念ながら逃してしまいましたけれども、来年こそは日本一に輝いていただきたいというふうに強く希望しています。第8位です。行田市にある先玉古墳群が県内で初めて国の特別史跡の指定へ。行田市の先玉古墳群は国の特別史跡に指定されることとなりました。特別史跡の指定は県内で初めてのものでありまして、国内の古墳群としては67年ぶりになります。先玉古墳群は9基の大型古墳からなる我が国を代表する古墳群であり、県による調査整備活用の取り組みが長期にわたり優れた実績を上げていることが評価をされました。埼玉の名前のいわれにもなったとされる先玉古墳群が我が国を代表する文化財として高く評価されたことを大変嬉しく思っております。ぜひ皆さんにおかれてもですね、この先玉古墳群、いろんな歴史的なロマンをかきたてる短い間期間の間に9つの古墳が作られたとか、あるいは前方後円墳群の中に日本最大級の円墳があるとか、とても知的な関心をかきたてられるところですので、ぜひ訪れていっていただきたいと思っています。また併せて春日部の神明貝塚と和光市の御坊山遺跡が史跡に指定されることになりました。埼玉県は歴史そして文化に恵まれた素晴らしい地域であるということを改めて広めていきたいと思っています。第7位、県内で CSF 発生貿易措置を実施、風評被害防止に全力を挙げるであります。9月に関東地方で初めてとなりましたが、 CSF いわゆるトンコレラが確認をされました。以降5例目の貿易措置が完了するまで、埼玉県庁は全庁を挙げてワンチームとなって極めて迅速な対応を行ってきたと考えています。また CFS の感染防止拡大のためにも県内全域を対象にワクチン接種を始めました。さらに埼玉県ので作られた豚肉を知っていただくことに合わせて、風評被害防止あるいは消費拡大のためにトコトンキャンペーン、
トコ豚と書きますがトコトンキャンペーンを展開しておりまして、私も18日に第二職員食堂で、豚ロースの生姜焼きを食べてまいりました。さらに22日には、包括連携企業の皆さんと一緒に、埼玉産の豚肉を使った美味しいとんかつを食べてまいりました。県産の豚肉の安全性と美味しさの PR にご協力をいただくように各企業に対してもお願いをしたところでございます。埼玉の豚は安心で美味しい、皆さんもぜひお食べいただきたいと思っています。それでは第6位になります。選挙イヤー、統一地方選や知事選など大型選挙が実施され、16年ぶりに知事が交代し大野県政がスタートいたしました。イノシシ年の今年は4月の県議選をはじめとする統一地方選から始まり、7月の参議院議員選挙、そして8月には知事選挙、そして10月には参議院補選へと続く選挙イヤーになりました。8月の知事選では県民の皆様にお訴えをご理解をいただき、ご支援ご支持を賜り、当選に結びつけることができました。県民本位、県民が主語の県政を推進し、日本一暮らしやすい埼玉県を実現するために引き続き全力を尽くしてまいりたいと考えています。それでは第5位に参ります。東京2020オリンピックパラリンピック競技大会聖火リレーのルート発表が行われました。東京2020オリンピックパラリンピックにおきましては、それぞれ聖火リレーが行われますけれども、オリンピックの方では開催都市の東京都を除き全国最多の40市町、パラリンピックでは6市町を聖火が巡ることになり、あるいは17市町でパラリンピックの聖火の元となる火を起こす採火式を実施することとなりました。ほぼ埼玉県のすべての市町村がオリンピック・パラリンピックのいずれかの聖火リレーに関わる枠組みとなり、聖火リレーをより身近に感じていただけるように工夫をしたつもりであります。なお埼玉県内を走るオリンピック聖火ランナーは内定をしましたけれども、パラリンピックの聖火リレーは来年2月15日まで募集中ですので、ぜひご応募をいただいて、みんなで東京2020オリンピックパラリンピックを盛り上げていただきたいと思っております。来年はいよいよ開催の年になります。すべての市町村と県、トーチを掲げて走る聖火ランナーと応援する県民、ワンチームとなって埼玉の魅力を広く世界に発信をしたいと思っています。第4位になります。埼玉に追い風、映画翔んで埼玉が大ヒット、選挙啓発でも活躍、渋沢栄一が新一万円札の顔と NHK 大河ドラマの主人公に決定。今年は埼玉をディスった映画ではありましたけれども、愛情あふれる埼玉愛にもかみまみられた翔んで埼玉が観客動員総数約290万人、興行収入約37億円と大ヒットし、社会現象にもなりました。さらに埼玉が誇る偉人渋沢栄一郎が新しい一万円札の顔に続き、 NHK 大河ドラマ青天を衝けの主人公に決まりました。また NHK 大河ドラマが放映される2021年は折しも埼玉県が誕生してから150周年の節目にもあたります。現在埼玉には追い風が吹いていると思います。来年再来年とこの勢いをそのままに、さらに埼玉県を元気にしていきたいと思っております。第3位、新時代令和の幕開け、県内も祝福ムードであります。5月1日に新天皇陛下がご即位をされ、新時代令和がスタートいたしました。県内でも各所でお祝いムードに包まれたところであります。私自身10月の即位の礼正殿の儀に参列をさせていただきましたが、即位を宣明される陛下のお姿を拝見をし、改めて新しい時代令和の御代の始まりに思いを馳せたところでございます。新時代にふさわしい暮らしやすい社会、
誰一人取り残さない社会を埼玉県でも作り上げていきたいと考えています。第2位になります。台風第19号が県内でも猛威を振るう。県も復旧復興を進める。10月の12日から13日にかけて東日本を直撃をした台風第19号は記録的な大雨などによって死者4名、住家被害約7000棟と県内に大きな被害をもたらしました。改めてお亡くなりになられました皆様のご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われたすべての方々にお見舞いを申し上げたいと思っています。16日、17日には私も被災地を訪問し、国や市町村と連携をし、一日も早い復旧・復興に努めなければならないと、改めて思いを強くしたところでございます。現在、いまだ復旧・復興、道半ばではありますけれども、今後も全力で取り組んでいくことといたしたいと思います。それでは、第1位です。ラグビーワールドカップに日本中が熱狂。熊谷のおもてなしは世界中から高評価。先ほどから何度もワンチームという言葉を使わせていただいておりますが、このワンチームに象徴されたラグビーワールドカップ2019では日本代表が史上初となるベスト8という好成績を残しました。日本中も熱狂し、にわかラグビーファンが増えました。熊谷ラグビー場でも日本代表の壮行試合を含む4試合が行われ、4日間で約9万4000人の方が来場され、世界最高峰のプレーを素晴らしいスタジアムで楽しんでいただきました。熊谷ラグビー場での試合については、当初最大の課題であったと言われた観客輸送、警備交通規制などもありましたけれども、県警察やバス会社の全面協力のもと、つつがなく進行いたしました。また笑顔で観客にの誘導に当たっていただいたボランティアの活躍もあり、事故もなく素晴らしい大会となりました。おかげさまでマスコミからは熊谷の神対応、あるいはワールドラグビーからはワールドリーディングという賞賛もいただくこととなりました。さらにスタンドからは地元の小中学生が届けた出場国の国歌の合唱によるおもてなしが、選手や国内外から訪れた観客の皆様の心に響き、多くの驚嘆な声が上がったことはとても素晴らしいことだと思っています。ぜひこのラグビーをレガシーとしてしっかりと伝えるとともに、来年のオリンピック・パラリンピックにつなげていきたいと考えています。以上で今年の埼玉県の重大ニュースの発表とさせていただきます。そして続きましてですが、今年の漢字を発表をさせていただきたいと思っています。今年の漢字ですけれども、1にしました。1にさせていただきました。この1を選んだ理由でありますけれども、まずは5月に元号が令和に改められ、令和元年、つまり今年は令和1年であります。また重大ニュースの第4位に挙げさせていただきました通り、渋沢栄一王が新1万円札の顔と NHK チャンネル1の大河ドラマの主人公に決定をした年でもありました。さらに私に関して言えば、日本一暮らしやすい埼玉県の実現を目指し、最初の一歩となるスタートの年を切らせていただきました。さらに重大ニュースの第2位や第7位に掲げた通り、台風19号や CSF の対処では県庁を挙げて、まさにワンチームで対処をさせていただきました。こういったことを振り返り、1を今年の漢字として書かせていただいたところでございます。来年は令和2年になりますけれども、この1の気持ち、最初の一歩を忘れることなく全力で
県政に取り組んでまいります。よろしいですか。はい、以上私の方からの お話とさせていただきましたので、この後は幹事長さん、よろしくお願いいたします。まず知事発表から質問させていただきます。はい、埼玉県重大ニュースということで10項目挙げていただいたんですけれども、これどういった基準といいますか、知事の中でどういったルールで選ばれたのかなと思いました。はい、はい、結論から申し上げると、県の幹部と話し合いをして、今年埼玉県として大きかった、影響の大きかった、もしくは心に残ったニュースを取り上げさせていただき、全部でまたおそらく 2,30 あったと思いますけれども、候補の中から選び、そして重大ニュース並べさせていただいたというところであります。はい、ラグビーを1位に選んだのは知事としても強い思いがあられたということですかね。やはりラグビー、もちろん令和の時代になって新しい見ようになったことも感動ではありましたけれども、埼玉県を含め、日本中に大きな感動を与えてくれたという意味からは、私の心の中にはこのラグビーは強く残りました。20から30ぐらいあったとおっしゃってましたが、惜しくもこの重大ニュースには入らなかったけれども、まあ、知事の中で印象に残った出来事をあったら挙げていただきたいです。そうですね、正直たくさんありましたけれども、先ほどちょっと言おうかどうか迷ったんですが、西武ライオンズはですね、連覇をした一方でですね、サッカーについてはアジアチャンピオンズリーグでレッズが頑張ってくれましたけれども、残念ながらまだできる2つのチームがですね、なかなか期待通りのところにはいかなかったなというのは残念でした。ただやっぱり残念なものよりも、ぜひ西武ライオンズのような嬉しいお話をニュースとしては取り上げたいというふうに思いました。ありがとうございます。知事発表について各社さんいかがでしょうか。どうぞ。埼玉新聞です。今重大ニュースをお示しいただきましたけれども、このベスト10の全体的な印象と、あと知事が就任されてからの出来事も含まれていると思いますが、知事就任約4ヶ月を迎えての今の実感などをお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。はい、この重大ニュース、特に後半部でですね、私自身が就任して2週間後に起こった CSF、 そしてそれからさらに1ヶ月経って起こった台風の話を入れさせていただきました。どちらも非常にショッキングな出来事であり、特に台風19号については今もまだ生々しい爪痕が埼玉県各地に残る状況であります。しかも何十年もの間、埼玉県非常に安心で安全な自然災害が少ない県であるからこそ言えるのかもしれませんけれども、何十年も埼玉全県が被害があったというのはなかったわけですけれども、そういった被害に遭うということは非常にショッキングでもあり、そしてもう一つは行政の立場から言えば、あるいは私の立場から言えば、これを被害に遭った方には大変申し訳ございませんけれども、きちんと教訓として次につなげていく必要が強く感じられました。そういった意味では振り返ってみるとですね、やっぱり最初の4ヶ月は随分危機管理に明け暮れたなというのが私の振り返っての印象であります。幹事社質問に移らせていただきます。個人情報が入った神奈川県庁の HDD がですね、ブロードリンク社から持ち出されて、はい、ネットオークションに出品されて流出した問題がありましたが、埼玉県庁内で過去5年間ブロードリンク社がデータの消去や廃棄を受け負った機器の件数とですね、外部に流出した事例があるか、現時点での調査結果がもしあれば示していただきたいのと、この情報のリスク管理の進め方について知事の考えをお伺いしたいです。はい、この件に関する報道が行われたのが12月6日でありました。その直後からですね、埼玉県警を除く全機関483箇所ありますけれども、埼玉県警を除くというのは、実は埼玉県警はこういった機器に関するその保守
の、あるいはすみません、リスク管理の基準が異なるものですから、その埼玉県として統一した基準で行っている全機関を対象として、過去5年間にわたる富士通リースおよびブロードリンクとの契約実績について、直接のブロードリンクではなくても再委託も含めての場合も現在調査をさせていただいているところでございます。で、取りまとめ中ですけれども、今まだこの両社と県について契約実績があることは確認をしております。どころか実は機器の件数が非常に多い状況でありますので、個別に一つ一つ丁寧に精査をさせていただいておりますので、現時点で申し上げることは控えさせていただきたいと思っております。ただし、その一方で、そのこれらの機器について現時点では埼玉県の機器あるいはその内部の情報が外部に流出したという情報や報告はございません。一定程度の期間を要するとは思いますけれども、今しっかりと把握をさせていただいている最中であります。またリスク管理のあり方ですけれども、これまで県としてはハードディスクのデータ消去あるいは廃棄につきましては、情報セキュリティポリシーに基づき職員の立ち会いもしくは業者による作業報告書の提出により、これまで把握したものについてはすべて確認をしております。今般の神奈川県の事案を受けて、12月6日付で総務省から発出された情報システムの廃棄時におけるセキュリティ情報についての通知に基づいて、職員の立ち会いなどの情報対応を行って、データの消去や破棄などに際しての確実な履行を担保していくこととしています。現在、富士通リース、等との契約状況の調査を進めているところでありますけれども、今後は情報流出のリスク管理についてより高い情報セキュリティを確保できるように検討していきたいと思っています。なおですね、県の場合は平成31年の1月からでありますけれども、ファイルサーバーに保存するすべてのファイルは、自動的に暗号化しています。したがって仮にですけれども、ハードディスクの流出等に伴う情報の漏洩があったとしても、その漏洩を防止するための二重の策を講じているというふうにお考えいただいて結構であります。調査今進めていただいているということですけれども、結果をですね、いつ頃までにまとめたいかなどの目処がもしありましたら教えてください。はい、今まだまとめている最中で、実はいくつかこう先ほど申し上げたとおり、外部にある関係機関も含めてやっておりますので、可及的速やかにやらせていただきたいと思います。というのは、実は先ほどの調査箇所483箇所と申し上げましたが、そのうちの富士通リースとの契約に関わる機器だけで実は2万台以上あります。で、今はせっかくというか、きちんと発表させていただくためには、ご信頼をいただくためにも一つずつ、今確認をさせていただいているところでございますので、確実に、我々としては対応を進めていくためにも、今少しお時間をいただきたいと、可及的速やかに実施をさせていただきたいというふうに思っております。ありがとうございます。幹事社質問について各社いかがでしょうか。その他の事項で各社さん質問ありましたらお願いします。はい、それじゃあ、読売新聞の田中と申します。19日の方にですね、厚生労働省の方から各都道府県別の医師数のデータが出まして、埼玉県も10万人あたりの医師数最下位だったんですけど、それについての知事のご感想というか、はい、所見をお願いします。安心で安全な埼玉県にしていくためには、医師数ベッド数ともに、確保していくことが大切であり、過去3年にわたってのみで言えば、申し上げれば医師の増加数については3位以内に入ってきていると思っております。で、今後は県が今行っております、医師の養成過程での奨学金、そしてそれを僻地等で勤務いただいた場合には、その支払った
期間の 1.5 倍について、お勤めいただければ、この奨学金の返済を免除するような制度を利用しながら、地域ごとに、そして、それぞれの必要とされる科目ごとに丁寧な対応を進めさせていただきたいと思っています。なお、ご存知の通り、意思をですね、一朝一夕に要請するというのはなかなか難しいところがございますので、これまでのに引き続いて、このプログラムを継続をさせていただくことによって、安心安全を提供させていただきたいと思っております。これまでの対策で一定の効果を上げているという認識でよろしいでしょうか。はい、医師の前期そして後期の研修を含めると約10年間の歳月を要することになります。そしてその10年を経て今やっと、何人かずつ地域に特に秩父のようなですね地域にお医者さんに行っていただいて今おりますので、これが毎年今度は卒業生が毎年出てまいりますので、こういった方々を活用すると同時にそれぞれの大学病院やあるいは地域における計画等の履行を通じて医師の確保に努めていきたいと思っています。埼玉県の医師確保で弱点とされるのが国公立の医学部がないということが挙げられるかと思うんですが、それについてはどうお考えですか。はい、国公立の医学部のみならず医学部の新設については文部科学省が認めないという立場でありますので、新設はおそらく極めて難しいのだろうと思っております。他方で、医学部のにおけるその要請については今後もその引き続き人口の減少の度合い等を見ながら関連する組織とも協議をしながら誘致等の手段についても考えていきたいと思っています。はい、読売新聞さん。読売の福田です。中央の方では立憲民主党と国民民主党の党の合流について話し合いが進められてますけども、知事自身もですね民主党、民進党、国民民主党と3つの党にこう変遷して所属されてきてますけども、この党合流についてどう考えているか考えをお聞かせください。私自身は今無所属でありますので私自身に影響がある話ではありませんけれども、一般論として申し上げれば私はかねてから日本のみならず民主主義社会の中には国民にとっての選択肢があることが極めて重要だというふうに考えてきました。で現時点での国民民主党と立憲民主党それから社民党も一緒なのかな、そういったその協議についての行方は私自身も報道以上のことは存じ上げませんが、ただもしもそういった協議が国民にとっての選択肢を提供するようなものであるのならば、それは民主主義社会にとって望ましいことだと思っています。埼玉新聞の伊藤です。群馬県の山本知事が11月の定例会見で、災害被害者の実名報道について、家族の同意を原則として認めるというガイドラインを発表されましたが、この件について10月の会見でも知事は、考えをお話しされていたと思いますが、改めて、その判断基準についての考えをお伺いしたいと思います。はい、埼玉県の場合には個人情報の保護条例というのがあります。この個人情報保護条例は法令に基づく場合を除き、個人情報の、の公表をですね、あるいは公表もしくは利用を、原則として禁じております。で、このような中で、死者や、行方不明者も、についても氏名は慎重に取り扱わなければならないというふうに考えており、原則としては災害時でも氏名を公表しないことが基本だというふうにこれまでもスタンスを明らかにしてまいりました。しかしながら他方で多数の不明者がいるような場合で公表することによって例えばご本人が名乗り出てきて早期発見につながるようなそういった可能性や例もあり、公益性等に判断をしながら総合的にな判断をして公表する可能性はもちろんあります。ただしその場合であっても個人情報の保護条例においては
その公表にあたって、家族を含めた第三者の権利を不当に侵害する恐れがないことを規定しているところでありますので、端的に申し上げれば、家族の中にはお名前を知られたくないという方もおられますので、行方不明者の方々の場合に、例えば、公表する場合に家族等のご同意をいただくことは必要だというふうに考えております。なお昨年度の災害におきましては、氏名を公表することについて各自治体が個人情報の保護条例により判断する条例なので、対応が分かれているというのが問題の一つとなったというふうに認識しています。このことから今年7月の全国知事会では、国に対して死者あるいは行方不明者の氏名公表の取り扱いについては、統一的な公表基準がなければならないというふうに我々考えておりまして、このことについてその基準を作るよう要請をしているところでありますので、まずはその要請をした立場から言えば、国に今ボールを投げていますので、その動向を注視したいと思っています。毎日新聞の畠山です。2点伺います、はい。1点ですけれども、LGBT 関連でお伺いしたいんですけれども、先月明石市はですね、LGBT の性的少数者の施策を担当する職員の公募を全国で始めました、知事としてはですね、公定表にも LGBT 関連というか性的少数者の施策をかけておりますけれども、こういったような公募をされる考えがあるか、改めてお伺いしたいと思っています。2点、こういう施策をやるお考えがあるか、またその性的少数者へのですね、今後なんていうんでしょう、施策の方針を改めてお伺いしたいんですけれども、はい、LGBTQ のような性的少数者については、公約の中でも掲げている通り、このまず啓発等について具体的に施策を進めていくということで、来年度以降これを具体的に進めるつもりでございます。で、他方で担当については、共生社会を作り上げる上で、私どもといたしましては、福祉部等の中にですね、これらの部局を置いていくつもりではありますけれども、改めて新しくその来年度に担当を作るということまでは考えておりません。の関連で部局というのは、担当の部局を新設されるということなんでしょうか、それとも今あるものをこうそのまままた改めて使っていくという、既存の部局の中で LGBTQ に関する施策を検討していっていただくということであります。もう1点ですけれども、衆院の解散がいろいろ報道でも取り出されていますが、解散の時期等について、知事にお考えをお伺いしたいんですけれども、それは総理に聞いていただくべきことだというふうに思っています。実際私も政務にかつて、国の政務にいたことがありますけれども、なかなか、後から分かりましたけれども、そう簡単にはだいぶ前から分かっている話ではないというふうに思いますので、ぜひ総理にお伺いいただきたいと思います。すいません、先ほど の LGBTQ の話、福祉部と申し上げました、県民部であります。失礼しました。どうもありがとうございました。皆さん、今年1年本当にお世話になりました。お疲れ様でした。